ました。だからちょっと雰囲気が変わってきてですね、これ泥棒よけの忍び返しというものです。あ、本当だ返しと言われるんですけどね、忍者や泥棒が入れないようにこう宝して忍び返し、うん、それだけこちらしっかりしてる明治2年創業の呉服屋さんです。150年やっていまだに現役でやってます、うん、なのでちょっと看板読めますか。呉服用品、ありがとうございます。ちゃんとお客様右から読んでいただきましたが、呉服と用品、鹿島屋さんと書いてる昔の呉服屋さんで、もう A 六助さんと柴良太郎さんがすごく愛してた呉服屋さんです。いまだに元気なんですけど、看板も石でできた看板、それを右から読む看板ですから、やっぱそのままってことは古いですね。鹿島屋さん、昔の蔵を改装したカーペットなんかも取り扱ってるんですよね。カーペット、ああほんまや。このカーペットはですね、藍染めです。もちろん藍染めなんで自然塗料の、塗料を使って染めていくわけですけど、職人さんがマシンを使わず全部手で作ってます。雰囲気ちょっといいですね。蔵といえば秋田県も有名やけどね。ああそうなんですか。秋田の蔵でバーッと多い。あ、そうなんですか。あれ何しやったかな、うん、観光地。箱根立の方、秋田、観光地。あれで、あとで野球の楽天の2軍のキャンプ場にもなってます。星野選手さんが昔楽天の監督してました、うん、で星野選手さん倉敷生まれなんで、今日の倉敷 ID スクエアホテルっていうホテルですね。今これが1階と2階、2階仕切ってホテルの一部屋一部屋ですね。あの映画の撮影とか使ってるんですよね。連続テレビ小説、昔マッサンっていうのをやってました。ありましたね。ウイスキーの、うん、マッサンのロケ地でしたね。あ、なるほどね。スコットランドのスコッチ工場という役割で、このアトリアイディスキャサが使われてますね。当時の紡績工場の中でちゃんと紡績糸を作るクラボーの紡績工場だった時代はちゃんとここに屋根がありました。うん、だけど今ホテルにしたんで屋根取っ払ったんです。で今、ここでね、いろんなライブとかイベントとか夏場になるとビアガーデンも開かれるんです。あ、ちょうどいいよね。すごいすごい。泊まってる方だけじゃなくて皆さんが参加できるビアガーデンになってるんですけど、ここに当時の紡績のレーンの跡があります。工場のレーンの跡がこの黒いレーンです。この黒いレーンに等間隔に枕石のような石がポンポンポンと一台一台置いてます、はい、そこのこの枕石の 石の上にこの一台一台紡績の機械を置いてたんですけどね、両サイドに助工さんが立って糸を紡いでた。なんとなく分かりますかね。イメージがね。まあここに助工さんが立って糸を紡いでたところです。でですね、これ両サイド、うわ綺麗。こっち側もスイレンの花を咲かせてます、後でご紹介する大原美術館にはモネのスイレンという絵画があります。モネのスイレン、美術館に展示されている絵画のほとんどは大原さんがすごく信頼してた小島虎次郎さんという方が集めたものなんです。小島虎次郎さんがいろんな絵画を集めたものが美術館に展示されてます。ピカソ、モネ、ゴッホ、全部本物の絵画です。小島虎次郎さんどうしてもモネの睡蓮という絵画が欲しかったので、直接モネさんの元に行ってその絵画を売ってくださいと頭を下げて懇願するわけです。で結局それで売ってもらえたからこそモネの睡蓮という絵画も本物の作品が大原美術館にはあります。もうやっぱりね、この町を大きくしたのはさっきの病院を作ったのと、この宝石工場を大きくしたのもと、後で紹介する美術館を作ったのも大原孫三郎さんという7代目の大原孫三郎さん。その方が糸がですね、初年でした、龍、だから橋の欄干が龍になってるんです。あ、そこまでこだわってる。見つけました、わかります。丸い玉加えてます。火があってひげがあるんです。なるほど。で横に鱗があるんです。玉を加えてるわけね。そうです、わかります。この大原孫三郎さんのことを忘れないようにということで龍の欄干にしてる。で瓦はね、もちろん何で貼るか、火に強いから耐火、大切な蔵が燃えないように瓦貼っていくんです。で瓦と瓦の隙間を漆喰で蓋します。あ、漆喰か。漆喰です。この蓋をしたこの丸い形が
海のナマコのように見える。で、ナマコ壁と言います。この左側、旅館さん、築260年ですからね、昔のね、油問屋さんだったんですけどね。石に合わせて木の方を削ってるの分かります？ガタ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 ってなってるでしょ。石に合わせて木の方を全部細かく削ってるの、この辺とかも。この技ですね。その奥さんを大阪が作った銀行です。この高さで1階建ての銀行です。1階建てです。あと3年ぐらいすると、2、3年すると美術館の一部になる予定です。これ大原さん自分のお金置いとくために銀行を作ったんです。そんだけ財を成したんですけど、そのお金の7割近くを貢献に回してくれてる。この町はもうね、大原市でもよかったじゃないかっていう。自動販売機も7個食べてる。あ、ほんで、あ、ほんまや。清願寺というお寺なんですけど、170年前のお寺が見えてきます。都州の清願寺、お寺の屋根の上見てください。はいはい。狛犬さん2匹見えますか？通常狛犬さんって神社にいます。通常神社でお座りしてる狛犬さんが、ここお寺の屋根の上でどうしてますか？姿立ちしてますね。そうです。逆立ちしてお尻上げてるんです。見た人の運気を狛犬さんと同じように尻上がりに運気を上げてくれます。そういうから別名尻上がり寺と言われてる大変珍しいお寺です。これお寺の壁に引かれてる線を見てください。お寺の壁に引かれてる線はパッと見るとお寺の位が分かるんです。白い壁に横線、溝の線が引いてます。それが5本線引かれると一番位が高いお寺になるんです。5本線は最高位のお寺、これが共通ルールなんで。で、基本的にはこの5本線は天皇家か将軍家にゆかりのあるお寺なんです。だから菊の御紋が瓦の丸いところって見えます？菊の御紋が位の高いお寺ですよって。あ、なるほど。デニムのスーツです。全部デニムです。中でオーダーメイドで作れます。これです。かっこいいですよね。かっこいいです。あのですこの大橋、国の重要文化財とかで、ここから中に入れます。でここは長屋門という門で、ここに門番が常にいたんです。はい、そして奥に母屋があるんです。まあ、特別な方、特別こうやって長屋門という門を商人さんでありながら作ることが許されたんですけど、もうこの方はね、塩田と水田の開発をして大地主さんになるんで、暮らしの半分土地持って金融業でも成功された方です。でこの大橋さん、江戸時代の終わり頃、庄屋さんといって倉敷の商人さんたちの首長さんだったんです。なので当時の幕府に献金する年貢の管理をしてました。昔の年貢っていうのはお米です。お米が大八車に乗せられて、この大橋さんの足に入っていくわけです。大八車のまま中にスーッと入れるように、そこの敷居が外れます。なるほど。下の白い木が切れ目入ってるの分かりますか？あれパカッと外れる、外せるんです。この時代からバリアフリーです。しっかり考えられてるわけですね。ベランダガード分かりますか？江戸時代は士農工商という身分制度があったんで、商人さん上から下を見下ろすことできなかったんです。昔、商人のくせに上から下にいる人を見下ろすのは図が高いと、何様だ無礼だという時代なんです。なんで今見てきた商人さんのお家は2階部分全部倉庫です。でもこの方、あそこにベランダ作って堂々と上から下見下ろしてるんです。見下ろすことを許されたんです。天保の大飢饉っていう食べるものが何もない時にですね、江戸時代この方、金1000両って額を当時の江戸幕府に一括で寄付しました。今でいう約1億5000万円から約3億円ぐらいのお金です。そんだけのお金を一括で当時の幕府に寄付したんで、あなたは上から下見下ろしてもお咎めなしですよってことでベランダ作ってるんです。これは当時としてはすごく異例です。人間なのはその大原美術館というのが見えてきます。さんは美術館の本館と分館を建てる費用とほぼほぼ同額の費用を使って購入された絵画です。それが今プライスレスです。ここにありますね。正面から見る大原さんのお家と奥様のお家。俺ここまで通ったけど見過ごしたわ。正面から見るとまた違うでしょ。1年に1回ギャラリーとして使うときだけ有料で開放してます。
こっち去年まで大原けど、本宅はですね、大原さん9代目の方が住んでました。今はもう住んでないですけどね、今一般公開。綺麗な顔。顔は綺麗。1枚3万円。そうですね。この辺も日が暮れるとそこの下から光ってくれるんでまた綺麗なんですね。これはですね、秋田杉という杉の木をぶわーっと張ってるんですけど、高級な木です。それを等間隔に船釘という釘を打ち込んでるんです。釘の錆のタレで模様を作ってるんです。それを計算して、そうです、それを計算して、錆のタレを計算して職人さんが打ち込んでるんです。だから上に船釘の打ち込んでないところは模様がないでしょう、ね、職人さんのこれが粋ですね。すごいですよね。大原さんが作った保育園が見えてきますよ。もともとはね、右側、大原さんが94年前に作った託児所でした。それを保育園に変えたんですね。先ほどの紡績工場で働く従業員、ほとんど女工さん、お子様のことを考えて託児所を作った、そういうところがやっぱり名前を残した。原さんはクリスチャンだったんで、西洋の建物になってます。ありますかね。いやー、ないです。倉敷で一番有名なメーカー、村筋。